はい、動き型テーマセクター、個別の材料で同意ゼータ、メガロ、小型株、新興市場を中心に見てまいります。アトラクティブストックスのコーナーです。どっから行きましょうかね。あんまりテーマっていう感じじゃないかなと思ってますが、せっかくこれを、これがありますんで、ちょっと見てみましょう。テーマ別銘柄検索。まあ、バイオがいいのは、何ですか、オンコリスでしたっけ、今日は。カルナバイオか。カルナバイオが 16.7% 上昇してたりとか、その辺があるんで、ここごと、あとキャンバスが引っ張ったっていう形ですんでね。総意見あたりがまあまあいいか。まあそんな、カルナバイオだけちょっと見てみましょうか。カルナバイオ、何番でしたかね。あ。カルナバイオサイエンス186円高1300円ちょうど 16.7% 上昇でした。私は今日カルナバイオに助けられたと言っても過言ではないカルナバイオでバタバタやってなんとか、生き延びたんですが、急騰結構引けにかけてね、ストンストンと売られてちょっと嫌になっちゃったんですけど、まあここで持ってなくてよかったなって話なんですが、それはそれでいいんですけど、これ見ればいいかな。13日に研究開発において創出した BTK 阻害薬の特許出願に関し、中国国家知識残権局より特許査定を受けたと発表したということですね。もっとポンと上がってもいいのになんとか思ってたりしますが、事故の組織に対する異常な免疫応答によって引き起こされる炎症の過程で活性化されるマクロファージや B 細胞のシグナル伝達を直接阻害するため、既存薬とは全く異なる作用基準を持つ新規関節リウマチ治療薬として期待されているだそうです。以上あと吹っ飛んでたところね、これですね。ちょっと前に明日はこれを変えて取り上げたシステム情報、300円高1793円 20.09% 上昇、今日ストップ高値段つきませんでした。もう一気にいろんなニュース、好材料が出てきたところであります。業績予想の情報修正発表して、上期の営業利益5億1000万円から6億6000万円に情報修正、そして通期では10億5000万円から12億5000万円に増額ということですね。非常に好調だと。で、あと未定としていた通期配当金を18円から26円に一気に引き上げた。そして、優待も拡充、そして3月20日付で東証一部指定の承認も発表ということで、一気に好材料、もう逆小原と呼んであげたい、というですね。まあ、こんなの一気に出してくれば、それはストップ高でもなりますよということです。結構薄いね、板薄い銘柄ですからね。こんなん出されちゃ、そりゃもうスパーンですよ。はい。ということであります。あとは。サニックスとか見てみますか。別に何だってわけじゃないですけど、ね、株式新聞で取り上げられているようです。それぐらいですね。25円高230円 12% 上昇。ワイヤレスゲート。個人向けのモバイルセキュリティアプリを販売するということで、40円高439円 10% の上昇です。あとは何でしょうね。アルテリアネットワークス。昨日もそうでしたが、まあ、ロックアップ解除による需給懸念の後退だそうです。73円高1302円 5.85% 上昇。あとは、ちょっと、材料的なとこ見ていくとあんまり良くない話のところが多いんで、そっちを見ざるを得ないんでしょうけど、松尾電機、回路保護素子の新製品開発を発表したということで、今日ここですね。80円高456円 21.28% 上昇です。 GA テクノロジー
GA テクノロジーズ、19年10月期の売上高予想を366億500万円に上方修正、IBM のブロックチェーンを導入するということであります。141円高、2857円、5.2% 上昇。アクトマックス、29円高、288円、11.2% 上昇。これも薄い銘柄ですね。ヤフーに連結子会社の株式を譲渡したと。売却代金8億5100万円でした。ということであります。そして、これはちょっと、逆張り推奨銘柄として私がこっそり上げていたアドベンチャー。5000円がやっぱりそこなのかなっていう気がしてるんですが、今日200円だが5310円、3.91% 上昇。そんなに業績が悪いとかってわけでもないのに売られてしまったっていうですね、かわいそうな銘柄なので、どこかで掴みに行けば、取れるんじゃないかと思っていたんですが、2月の取扱い高の発表がありました。116% 増、124億6500万円ということで過去最高を更新したということであります。日本一ソフトウェア、スマホゲーム魔界戦記ディスガイア RPG の配信開始日が19日に決定した。あと5日ですね。149円高、1967円、 8.2% 上昇です。ファイパーゲート、創立1周年記念株主優待だそうです。1円高2718円、0.04% 上昇。今日初値ついたところ見ていきましょうか。NCN、初値、公開価格 51.8% 上回る1214円でした。ちょっと下げましたけどね、1100円というところでしたね、今日の終値、ね。あとサイバーワークス、今日値段つきました。公開価格の 3.8 倍、1万8000円で、できました。で、今日19,450円、高いですね。まあ、しょうがない。でした。昨日の推奨銘柄、おとといの推奨銘柄か。単成者、残念ながら負けました。ちょっと難しいですね。今期の決算、この1月期決算は本当に難しい。28円安、1250円、2.19% 下落でした。すごく悪い内容ってわけじゃないんですけどね。今期、一応 7.5% 増益ですね、営業利益で。年間配当金2円引き上げとかっていうのもあるんですが、まあ、コンセンサスに届かなかったとかってそんなところなんでしょうね。一旦出尽くしということであります。ただ、一旦の出尽くしなんで、決して決算内容、ただ今期の見通し悪いわけじゃないですから、売りこなせば、戻ってくる内容だとは思います。こんな感じです。そうか、スマホゲーム関連がにわかにちょっと今上がってるんですよね。そう思うとね、さっきの日本一ソフトウェアもそうですけど、あるかな。あ、ソーシャルゲームとはちょっと違いますけどね。あ、この辺、警部とかね、ドリコムとか。ドリコムはアイドルマスターシャイニーカラーズのセールスランキングを評価していると。まあ、売れてるってことですね。日本一ソフトウェアと、あ、チャートがちょっと出るんですね。こんな感じでご了承ください。冷やしです。で、日本一ソフトウェアさっき見ました。オールアバウトは別にちょっと違うイメージですね。バンクオブイノベーション。これもその辺ですよね。はい。1820円。とか、この辺結構動いてるなっていう、そんなイメージであります。はい。ということでした。あと、やっぱちょっと売られたところが結構多いのですが、カタカナサムコ。昨日業績発表ありました。大幅下方修正でしたけど、大幅下方修正したって言ったって 10.5% のマイナスですもんね。101円安857円、10.54% 下落でした。あんまり期待される銘柄じゃないからっていうのもあるんでしょうけどね。そこまでの期待値は高くなかったということでした。ハミ、自社株買い発表しましたが、下方修正も同時に発表してマイナスで割ってます。26円安785円、3.21% の下落でした。そんなもんでしょうかね。見ておきたいところ。
気になる高値更新銘柄、後楽園高値更新です。49円高2671円、 1.87% 上昇。変なところで売っちゃったんですよね、後楽園はね。失敗しました。あとなんだろうな、これ富士オフードシステム、毎度お気に食堂ですね。あの土地の名前ついてなんとか食堂ってやってるやつです。99円だから2664円、 3.86% 上昇。このあたりがですね、上がってきてる。外食の一角がですね、こんな感じでちょっとあのどいついていっていたりしますんで、結構ここ最近外食本当調子悪かったんで、まあ本当に頑張れっていうところですね。この辺が同意づいてくるとなかなかいいなぁなんて思ったりするんですが、そんな感じでしょうかね。あ、ほらこの辺、銚子丸グルメ回転寿司、44円高1120円、 4% 上昇ね。にわかにこの辺がですね高値取ってきてる。園長薄2円高959円で 2% 上昇ですね、高値更新。アイリックはそうですね、IR フェスタとか行かれた方、あの保険の代理店もありますけど、保険のその販売システムみたいなところをライバル会社に売ったりもしている面白い企業ですが、360円高3420円、 11.76% 上昇した。今日急騰です。はい、そんな感じでしょうか。はい。あと、リボミック高値更新ですね。一応ね。はい。という感じでした。以上、アトラクティブストックスのコーナーでした。